森の中で、分水嶺を越えて登りスペースに入るということになります。峠自体はさっき過ぎたんですけど、じゃあオルフレトンネルです。写真を撮りに U ターンしてみたいと思います。安全を確認してですね、大丈夫っぽいです。じゃあ U ターンします。はい、 U ターンして写真を撮りに行きましょう。全然景色が違いますね。前方に駐車設備が見えます。車いませんね。
はい、ここが少し空いてますので、ここにちょっと止めさせてもらいますか。ちょっと危ないですね。前後見ます。大丈夫ですね。はい、ここで U ターンして、ここの道路脇に止めます。はい、ここなら安全だと思います。はい、ではちょっと写真を撮らせていただきましょう。エンジンブレーキが比較的、まあ、大きく効くので、こういった道でもエンジンブレーキだけでね、もう下っていきますよね。で、例えばさっきの道みたいにこう細かく曲がってですね、まあ、こういうふうに直線からの時はフロントも使って減速してゆっくりにしてからこう入っていくわけですけど、最初からスピードが出てない緩いカーブ でバンク角もそんなに深くもなく、かつ、下りが急で少しスピードが出てしまいそうな時っていうのは、もうリアブレーキだけでですね、そんなにバンクしてなければ相当舐めるというか、余裕にかければ大丈夫なので、リアブレーキだけで速度調整をして降りていくことも、まあ、できますよね。フロントをかけるとどうしても車体が起きてくるので、リアブレーキだけゆっくり、これ一気にかけるとスリップダウンしますので、まあ、ゆっくりかければいいと思います。まあ、こういう直線の後にはっきり曲がっているときはフロントを要望かけて速度を十分落としてから入っていく。でこの途中でも速度が高いなと思ったらリアブレーキで調整する、そういう乗り方が、まあ、この V7 には向いていると思います。フロントも使って十分減速し、ゆっくりコーナーに入って速度が出すぎるかなと思ったらリアブレーキで調整するというこういう乗り方ですね。さまざまな変更というか調整というか、それをまあ受け入れてくれるそういうエンジンであり車体であるので、マージンを安全マージンをですねしっかりとって、その上でも状況が変わっていても、まあ、臨機応変の変化をしやすい、そういうバイクだと思います。
この車体とエンジンの応用力を生かせば、まあ、今下ってきた峠でも、もっともっとペースアップすることも可能です。メリハリをつけ、きちんと落とすべきところを落としてやるとですね、それにバンク角も今ほとんど使ってませんので、そのバンク角も十分に活かせば、かなりペースアップすることはまあ可能なんですね。まあでもツーリングですしね、行動ではまあそこまでしなくてもいいんじゃないかと思います。そのできる分というのを、まあ、安全マージンとして、保険としてですね、大きく持ちながら、で安全を確保しながら下るという方が、まあ、このブルナーライディングには合ってるかもしれませんね。まあ、本来の、イタリアの人たちはもっとぶっ飛ばせよというつもりで、そのつもりで作ったんじゃないかと思いますけど、このキャパシティを見ると、潜在能力の高さを見るとですね、思いはしますけど、ただ、まあ、こういう低速での、走行も我慢しているというんじゃなく、まあ、十分、本領域として楽しく味わわせてくれる。ゆっくり走っていても、もっと本来域はもっとあっちなのになんてもったいないんでっていう、そういうのなんですかね、プレッシャーというかせかされる感じが、あまりないというのも、まあ、この V7 の特徴だと思いますね。まあ、早いのに後ろから来ましたね。ちょっと前行ってもらいましょうか。と言ってもこのワインディング中なので、抜けるところを探して、ね、抜いてもらいましょう。見通しが良いところですよね。もうちょっと行ったらあるんじゃないかと思います。ないか、もうちょっと行ったらあるんじゃないかと思いますね。あ、これカルビスまで来てしまいましたね。そしたらちょうどいいんじゃないですかね。ここここいつを通過したら抜いてもらいましょう。はい、どうぞ。
温泉街の方ちょっと行きましょうかね。ではちょっと登別温泉の方にちょっと寄っていきたいと思います。硫黄っぽい匂いがしています。煙を浴びていますね。する温泉の一つと言ってもいいと思います。もう青鬼さんがいますね。はい、登別温泉街に来ました。有名なホテルですね、登別名水亭。新型コロナウイルスの感染拡大で、登別の温泉街もなかなか大変だなとは思います。それでもまあ頑張っていらっしゃいますね。さてこれはどっちに行ったらいいのかさっぱり分かりませんね。坂を下るんですから右でしょう。右に行ってみたいと思います。左は地獄谷、温泉のメインの方ですね。では坂を下って行きたいと思います。通過しています。
ぱり温泉街大きいですね。温泉街だけで言うとやっぱり定山渓より大きい感じがしますね。温泉街をショートカットするグレーンの道でした。さて道道2号線に合流しています。このまま、海の方までずっと下っていきます。もうかなり海が近いですね。もう少しで、海に出ます。
1.5 キロこうやって下っていくんですね。こんなに人口規模もそんなに大きくないで、両側にそんなに大きい店がどんどんあるわけでもないのに、この往復4車線片側2車線の道を整備しているっていうことからも、登別温泉というのがいかに大きい観光地であり重要な、この地域にとっての観光資源であるかということが分かると思います。私が子供の頃から、登別はザ・ドリフターズがババンババンバンバンとかですね、登別を言ってもにも、私がもう子供の頃から50年以上前から全国的な観光地ではありましたので、この地域全体としての宝ですね。さあ降りてきました。はい、国道に出ましたね。さあここから海まではあとちょっとなんですけど、国道を左に曲がって白老苫小牧方面に向かいたいと思います。